アたりはアメリカ合衆国のビデオゲーム会社である。1972年にノーラン・ブッシュネルが創業した同社はビデオゲームを作ることを主眼に創立された会社としては世界初の企業である。同社はアーケードゲームと家庭用ゲームの開発を主軸としている一方、パソコンピンボール、電子ゲームを作ったことがある。アメリカの当たり、インクは1999年に ふつ、インフォグラムグループに買収され、2009年に、旧、インフォグラムグループは、すべて、アたりブランドに改名されてあたり SA グループとなった。旧インフォグラムであるあたり SA の本社はパリ、その子会社で旧あたりであるあたり、インク、およびあたりインタラクティブの本社は、ニューヨークにある。日本支社には、あたりジャパンがあるが、旧、あたりグループの子会社としての旧あたりジャパンと、旧、 インフォグラムジャパンが改名したアタリジャパンがあり、両社は異なる会社である。詳しくはアタリジャパンを参照。アメリカのアタリ、インクは2017年現在、レトロゲームを詰め合わせたゲーム機、アタリフラッシュバックやゲーミングスマートウォッチ、ゲームバンドなどのゲーム機を販売している。イゴの日本金書団を持つブッシュネルが、囲碁用語、アタリから社名を取った。当初は、 指示儀にしようとしたが、他の会社が商標登録済みで使えなかったため、ブッシュネルが好きな囲碁用語、先手、羽あたりの中から、あたりを選んだ。あたりを選んだ理由には、どんどん敵を包囲し、自陣を広げてしまう、という狙いもあったと言われている。シャモンは、あたりの絵を図案化したもので、日本の富士山になぞらえて、富士マークとも呼ばれるが、富士山とは直接の関係はない。 零細企業だった1973年春頃に作られたため生まれたプロセスや初登場日ははっきりしていない。マークの下には関連企業の名前、それがない場合はキャッチコピーのイノベーティブレジャーが入る。1991年6月には創業25周年を記念し社員で一マークが作られた。スマートなデザインで親しまれたため、 インフォグラム参加となった今でも使われているが、細部は微妙に変えられている。ノーラン・ブッシュネルはビデオゲームのアーケードゲーム化を目指し、コンピュータースペースを発売したが、失敗した。だが、このゲームの発売元である、ナッチング・アソシエイツの社長からの情報をもとに、世界初の家庭用ゲーム機、オデッセイの発売前展示を見たブッシュネルは、感銘を受け、独立して、 新会社設立を決心した。コンピュータースペースを発売するため、ブッシュネルと共にアンペックスからナッチングまで一緒に転職もしてくれたラリー・ブライアンとテッド・ダブニーを誘い、3人で250ドルずつ出す計画だったが、ブライアンは創業前に離脱してしまった。そこでダブニーと2人でカリフォルニア州サンタクララの小さなガレージカンパニーの1407号室を借り、 1972年6月27日に創業した。ガレージの中をついたてで仕切り、手前は事務室、奥は工作室とした。目的は大手アーケード会社にビデオゲームを売り込むことだったが、当初はコンピュータースペースの権利量がわずかに入ってくるだけだった。そこでピンボール会社からピンボールを買い、近所のスタンフォード大学の近くでディストリビューターを 始めたところ、ブッシュネルが遊園地のゲームコーナーでアルバイトをしていた経験が役だったのか収入は良く、当たりがすぐ潰れる心配はなくなった。社員面ではまず3人目の社員として、ブッシュネルの娘のベビーシッターだったシンシア・ビランヌーバーを電話番犬受付場として雇った。次に、ブッシュネルが以前勤めていたテープレコーダー会社アンペックス社の後輩、アラン・アルコームを 副社長として、技術者として雇ってやると誘った。アンペックスではリストラが始まっていたので、アルコーンはブッシュネルに同意して、当たりに引き抜かれ、4人目の社員となった。このアルコーンに、オデッセイと似たゲーム、ポンを作らせたところ、大人気となり、ここから当たり及びアーケードビデオゲームの大躍進が始まった。当初は時間と金を作っておく。 電気や等で資材をたくさん買い込む基板など、電子部品を作る空の筐体を置いて、部品をあちこちつける売る売り切ったら、売れた金で、また資材を買うという、全くの自転車創業だった。これでは、毎日数台、どんなに頑張っても10代しか作れなかった。だが、ポンは400ドルで作り、1200ドル即現金払いが、飛ぶように売れた。この頃、 アメリカで最も人気のあったピンボールは1日約100ドルを稼いでいたが、ポンは100ドルから200ドル以上稼いだため、つまり3日で製造コスト、1週間で販売コストが回収できた。当時のアーケード業界は、日米共にまだ認知度も企業信頼度も低く、銀行から融資してもらえるゲーム会社は大手だけだったが、当たりはこのような右肩上がりで、 軍資金をどんどん貯めていった。当たりは、隣の部屋も借りる潰れたローラースケート場を借りて工場に改造当時、アメリカで最新設備の工場と9ヶ月間に3回も移転。生産ラインの従業員は、職案で片っ端から声をかけ、最終的には200人で毎日100台の生産能力を確保した。それでも人手不足だったため、 当たりに入ってきたものなら誰でも節操なくスカウトしたほどだった。後にスプライト機能等を生み出す技術者、スティーブ・ブリストーはハンダ付けや現金回収時のボディガードを妻に手伝ってもらっていた。従業員は低賃金で1日12時間、忙しい時は20時間働き、疲れた時は作っているゲームで遊んだが、なぜか家に帰らないものが多かった。 彼らの多数はヒッピーだったため、工場は常にマリファナの匂いとロックの大音響で満たされた上、金に困ったヒッピーがテレビや部品を勝手にシチアに売り払うこともあった。だがゲームが売れるたびに全員にボーナスが頻繁に出るなど、ハブリは大変良かった。資本金500ドルで始まったあたりは、翌年、いとも簡単に320万ドル以上の売り上げを記録し、 この頃の売上と資本金の急成長ぶりはアメリカの企業として未だ破られていない記録である。ポン以外のゲームでは1973年にポンダブルス、ボールとラケットタイプ以外のゲームではスペースレースを発売している。ただ、前述のダブニーはこの急成長についていけないと言い出したので退職条件としてこれまでの直営ロケの権利をダブニーが 株券をブッシュネルがすべて持つことにした。こうして創立後、約1年で、アタリは、名実ともに、ブッシュネルの会社となった。1973年には、効率良い販売のため、子会社のキーゲームズを立ち上げたが、約1年半で早々と吸収合併、キーゲームズ社長のキーナンを、アタリの社長に据え、ブッシュネルは会長になった。以後、キーナンは、アルコーンと共に、 ブッシュネルの腹心の片腕として活躍することになる。この他に日本支社として当たりジャパンを作ったが、これについては先リンクを参照。1974年初頭には40人目の社員としてスティーブ・ジョブズが技術者として入社している。同じく1974年には初の家庭用ゲーム機としてポンの家庭用版ホームポン。1976年には ポンに続く大ヒット作として、ブレイクアウトを発表した。ジョブズはこのゲームに必要な汎用ロジック IC の数を半減させるという仕事を縮んで、ヒューレットパッカードの技術者だったスティーブ・ウォズニャックに依頼したが、この時ジョブズは山分けと称して、報酬額を過小に渡していた。ジョブズは1975年、コンピュータキットのアルタイル8800が発売され、人気を博す。 オズニアックはアルタイル8800よりも優れたマシンを自作できると考え、マイクロコンピュータ、アップルアイを独力で設計した。ジョブズがこれでビジネスを始めることを思いつき、ヒューレット・パッカードとあたりに商品化を打診したが、断られたため、1976年4月1日、ジョブズとオズニアックに、あたりの製図工であったロナルド・ウェインを加え、アップルコンピューター・カンパニーを設立した。 またビジネスを拡大する際にも当たり時代の上司のステを、頼りマイクマークラを紹介してもらっている。当たり VCS 家庭用ゲーム部門としては当たり2600の構想を立ち上げたが、儲かっている企業とはいえ、多くの金が動く上に、依然ゲーム業界に金融上の信用がないためために、資金のやりくりが大変で、この頃は一歩間違えれば倒産しかねない危機を、はらんでいた。 ブッシュネルは株式公開も考えたが、結局大企業への売却で資金を安定させる方法を思いついた。ユニバーサルスタジオで有名になるユニバーサルやディズニーに声をかけたが反応がなかった。ワーナーコミュニケーションズのスティーブ・ロス会長は家族連れでディズニーランドに遊んだ際、子供たちが遊ぶ当たりのゲームを見たのがきっかけで同社を調査したと語っている。 ワーナーコミュニケーションズは映画会社のワーナーブラザーズの親会社である。映画産業は60年代に不況となり、ディズニーを除いて軒並み買収された。1969年に葬儀場と駐車場を経営するキニーナショナルカンパニーズがワーナーブラザーズを買収。親会社が子会社に習ってワーナーコミュニケーションズと社名を変えた。1976年10月に ワーナーは2800万ドルで当たりを買収した。買収額のうち1300万ドルはブッシュネルの懐に入り、億万長者となり、重役人の役職はそのままとされた一方、ブッシュネルは後に、ワーナーへの売却は失敗だった。あと2週間にあれば、資金が調達できたと語っている。また、その翌月の同年11月には、1976年11月には、 クリッパーピンボールにも参入している。あたり2600は1977年に発売されたものの直後からサードパーティーや競合他社の家庭用ゲーム機が撤退するとアクシデントが相次ぎなかなか売れなかった。そこでワーナーは繊維業界の営業畑で実績のあったレーモンド、カサールを家庭用部門のトップとして引き抜いたが、 このカサールこそがブッシュネルとアタリにとって薬病神とも言えた。アタリ2600とワーナーの動きに火を注いでしまった。ブッシュネルやアルコーンたちは自分たちをアタリアンと呼び自由な格好、時間、雰囲気で楽しむように経営や開発を行っていた。そして新作ゲームも必ずテストプレイに加わり意見を述べていた。ワーナー売却以前に 大切な会議をするときはゲームで儲けたブッシュネルの豪邸でなんとジャグジーの中でやっていたほどである。だがカサールをはじめとするワーナーの重役人はネクタイを締め目的といえば事業拡張と売り上げだけそれもアーケードでなくあたり2600の売れ行きだけを目標としておりもちろんテストプレイにも加わらなかった。だがたりはまだ売れないので ブッシュネルは前日のフリッパーと自ら構想したあたり2600の事業縮小、中止を提案した。だが、ワーナー側はロスも含めて、猛反発、交渉は決裂した。そして、ブッシュネルは1978年12月に、アタリアンだけで重役会議を行ったところ、話を聞いたワーナーが激怒する。ブッシュネルには、イエスかノーかの答えを迫られた余裕もあったが、 事実上ワーナーがブッシュネルを一方的に解任した。だが、ブッシュネルは小手先も少々仕込んでいた。ワーナーとの契約時、退職後5年間、当たりと競合する仕事をしてはいけない等の他に、自分から辞めたら退職金をもらえないが、解任されたら受け取れるという項目があり、ワーナーが解任する様仕向けたのだった。 こうしてブッシュネルは自分が作ったあたりを6年も経たないうちに追い出され、二度と戻ることはなかった。キーナンが会長、カサールが社長に繰り上げ昇格したが、キーナンもほどなく1979年10月に退職、カサールが会長となった。これまで自由だったあたりは、厳しい社風に一点、スーツや入管用 IC カードが義務付けられる。異なる部門は、 出入りが制限され、顔も名前も分かりにくくなった。これはすでにワーナー売却前、別の会社のゲームとよく似たゲームが別会社から発売され、訴訟になったことが理由の一つである。アタリアンたちもどんどん解雇化、胃が願退職となった。退職した有能なアタリアンたちの中には、あたり2600用のサードパーティー会社を立ち上げる者も,もいた。 1979年設立のアクティビジョンは、その講師であり、世界初のサードパーティーゲームメーカーである。あたり2600のグラフィックチップを開発した J マイナーはこの頃に退職し、あたり2600用のジョイスティックを開発するためとの名目でアミーガ社を設立、新型ハードの開発に乗り出している。アルコーンも自分の電子ゲーム企画を没にされたため、 1981年に退職している。カサールは、アタリアンたちの企画したゲームをどんどん没にしただけでなく、アーケード部門にも予算節減など様々な妨害を加え始めた。この頃から、アタリショックまでのアーケード作品は、フライヤーが白黒になる、毎年の新作数が半分強に減る、等の妨害があった。しかし、それでも、 あたりの売り上げは差別されたアーケード部門が稼ぎ、優遇された家庭用部門の成績は乏しくなかった。カサールの唯一の功績は、日本のスペースインベーダーが売れていたため、あたり2600への移植を提案したことである。これで1980年にあたり2600はやっと売れ始めた。1980年のあたりの売り上げ高は、 前年比の2倍の4億1500万ドル、営業利益が前年比の5倍の7700万ドルに達し、ワーナーグループ全体の営業利益の1、3を当たりが占めた。1981年には売上高が10億ドル、利益が3億ドルに伸びた。1981年に、ワーナーの予算会議に出席したカサールは、当たりの市場における地位は1986年までに、 確実なものとなり、60億ドルの総収入、20億ドルの利益が出ると予測した。この年にロスはカサールに対して600万ドルのボーナスを与えた。トランプタワーの豪華なアパートメントも会社から買い与えられた。カサールや当たりの幹部たちはリムジニア、会社のジェット機で旅行し、どこであれ、最高級ホテルに宿泊した。 1982年春の年次売り上げ会議は、モンテカルロで開かれ、最高級ホテルが宿泊場所となった。同時にロスは急激な収益の増加が、いつか反転に転じることもあり得ると予測していた。パートナーをつけて、ハードウェアの開発を進める案も出たが実現しなかった。リスクをヘッジするために、当たりの株式を公開して、半分を売る計画を立てたが、やはり実現はせずに終わった。 1982年に、あたり2600の累計販売台数は1000万台を超えていた。急激な売り上げの増加のために生産が追いつかず、生産量の見込みを立てるため、1981年10月に、あたりは販売代理店に対し翌年分の一括注文を求めた。しかし、これが裏目となりあたりにとって、後に致命傷になる。 翌1982年も市場の高成長を予想していた販売代理店は品切れを防ぐために当たりに対し大量の注文を行い、当たりはそれをうのみにして誤った需要予測を行い、ゲームソフトのカートリッジを過剰に大量生産した。翌1983年になると市場でのゲームソフトの供給型のため発注の多くがキャンセルされてしまい、 あたりは大量の不良在庫を抱える羽目になる。1980年にアーケードゲームとして登場し、アメリカでも大ヒットしたナムコのパックマンは1982年にあたり2600に移植された。カサールに無許可で移植が決定されたため、カサールを激怒させたが、これがスペースインベーダーに次ぐ2発目のキラーソフトとなった。あたり2600の人気は頂点に達した。 しかしあたり2600版パックマンの出来は劣悪で、しかも前日の誤った需要予測により当時のあたり2600本体の稼働台数を何百万本も上回った数のカートリッジが生産されたため大量の売れ残り在庫が生じた。また一方で人気タイトルならあたり2600でゲームにすれば何でも売れると誤解され、レベルの低いソフトが蘇生乱造された。 1982年のアタリハード向け、ソフト販売におけるアタリのシェアは前年の80%から56%に大きく低下した。アタリが自ら作ったソフトでは人気映画の ET ゲーム化が大失敗した。さらに1982年にはコモドールのホビーパソコン、コモドール64やコレコのゲーム機、コレコビジョンといった競合機が発売され、 あたり2600のシェアを侵食し始めた。あたりはあたり2600の後継機あたり5200を発売するがあたり5200はあたり2600との互換性がなくあたり2600で気づいたシェアが優位にならなかった。あたりだけでなく親会社であるワーナーにも危機が迫っていた。レコード店でのあたり製品流通を担当していたウィーの社長は82年の春に ロスへ相談した。遡ると1978年にワーナーが買収した時にウィーが当たり製品の供給を担当する話が出たが実現しなかった。当たりが急成長していった時にも提案したが販売店拡大に奔走するカサールが反対した。その結果は前日のように販売店の損得勘定による過剰発注で裏切られた。 アタリの相談役をしていたジャック・ホルツマンは82年6月に会社を売るべきだと進言する書簡をロスへ送った。在庫が膨らみすぎているという理由だった。レコード会社を買収してきたロスの周囲にはデビッド・ゲフィン、モー・オースティン、ジャック・ホルツマンといった有名なソフト産業のクローが多かった。しかし、もはやアタリの収益はワーナーの株価と連動しており不可分になっていた。 ワーナーの株が6年間で3000%上がったのは当たりの業績による。8月には過剰な在庫が財務諸表に数字として現れた。6500万ドルの在庫を焼却するという数字が出た直後にロスを含めた幹部の中にワーナー株を売る動きがあった。そして12月に当たりの見積もり収益が報告された。1982年12月8日、ワーナーは 当たりの売上加工を理由として、同年第4四半期の利益を下方修正し、翌日、ワーナーの株価は暴落した。当たりの売上は、翌年の第1四半期にかけて急落した。日本では、当たりショックと呼ばれる、北米家庭用ゲーム市場崩壊の始まりである。それでもカサールは、ロスに楽観的な見積もりを示し続けた。 83年の第二四半期の損失は3億1500万ドルになった。最終的にはこの年のあたりの損失は5億ドルになった。ワーナーの株価はこの年の初めには20ドルになった。インサイダー取引の疑惑が持たれていたカサールは1983年7月に解任された。ワーナー側の弁護士はカサールの不正追求に積極的に協力した。その過程で 前年12月の発表時より1ヶ月前に完了したロスの自社株売却が見過ごされた。ロスは株売却で2100万ドルを得た。これに対して株主による訴訟もあったが和解で決着した。この中でロスは当たりについて問題があると報告を受けてはいなかったし、12月に報告を受けた際には驚きと怒りを感じたと証言した。 カサールの公認であるジェームズ・モーガンの初仕事は、社内の無駄減らしで、次に ET のカセットの大量処分、そして社員のリストラであった。このリストラ直前が当たりの最大社員数で、1972年にたった2人で始めた会社が、1983年には約9800人に膨れ上がっていた。リストラの結果、経営状況はある程度改善し、 赤字の垂れ流し状態であったあたりの家庭用ゲーム機部門にも復調の兆しが見え始めた。失敗の反省から特約卸売業者との契約も流通システムも見直された。ロスもあたりの復活をだ高に叫んだが、パートナーは見つからず密かに売却先を探した。翌年を含め2年間でワーナーの損失は10億ドルに上り王国は弱体化。 取引銀行の出方次第では破産する直前まで来てしまった。1984年にワーナー本社がゴーメディアオールパード・マードックによる買収構成に合う。経営改善より分離売却がロスの選択でありワーナーは家庭用ゲーム機部門とアップルコンピューターやコモドールなどの他社に押され気味であったパソコン部門の切り離しを決定。 1985年に当たりはアーケードを中心とする当たりゲームズと家庭用ゲームやホビーパソコンを中心とする当たりコープの2社に分割される。分割前の主なゲーム作品ベクタースキャンゲームについてはベクタースキャンを参照。業務用ゲーム部門は当たりゲームズと名前を変えガントレットやマーブルマッドネスなどのヒットで知られていた。 1985年には経営権がワーナーよりナムコに売却され、ナムコアメリカの中島秀幸が当たりゲームズの社長に当時ナムコの社長だった中村正也が会長にそれぞれ就任した。しばらくの間、日本へのライセンスをナムコが行い、逆にナムコ製品の欧米でのライセンスを当たりが行っていた。1990年7月1日、ナムコは アタリゲームズとの資本提携を解消すると同時に、アタリゲームズの完全子会社である、ゲームセンター運営会社、アタリオペレーションズを買収した。1990年までは日本へのライセンスはナムコ、その後はコナミや SNK からも行われている。そして、アタリゲームズは、自社製品の家庭用ゲーム一色を目指して子会社、天元を設立したが、セキュリティに関する、 著作権違反で、任天堂から訴えられ、事実上の敗訴をしている。当たりショックから立ち直ろうとした当たりゲームズは、これで再度傾いた。その後、バーナーが週刊誌で有名なタイム社に買収され、ロスは会長となり、社長には、本ン量産開始直後に当たりに入社した、ダンバンエルデレンが就任した。タイムバーナーは合併のレバレッジで莫大な、借入金を背負ったが、ロスは、 金と実験を握った。タイムワーナー社となったのに伴い、タイムワーナーインタラクティブに改名、一時的に当たりの名が消えた。タイムワーナーは、家庭用に続き、アーケード部門もタイムワーナーからの切り離しを決定。買収先には、日本のゲーム会社の名も上がったが、1996年3月に、ピンボール大手のウィリアムスインダストリーズに買収された。当たりの名は、 WMS 側で復活したものの、今度は7ヶ月後に WMS から分離したミッドウェイゲームズに当たりブランドは引き継がれる。そして2000年2月にミッドウェイは当たりブランドを使用停止、当たりブランドのアーケード新作は作られなくなった。この合併の成り行き上、ミッドウェイゲームズは今でも当たりゲームズのゲームの権利を保有しており、またミッドウェイのスロットマシンには、 ポントを当たりのゲーム名を使っているものがある。2009年、破産したミッドウェイをワーナーが買収し、当たりゲームズの権利は再びワーナーのものとなった。分割後の主なゲーム作品あたり ST あたり、ファルコン1984年、家庭用ゲームやパソコン部門は新会社で分割、コモドールを追放されたジャック・トラミエルに売却され、当たりコープとなった。 分割前の1979年には8ビットのパーソナルコンピューターあたり400、800を発売し、家庭用パソコン市場に参入していた。その後、コモドールから引き抜かれた社員を中心として4800の後継機にあたる16ビットパソコンの開発が行われ、1985年にはあたり ST として発売した。アトレストは、 アミーガ社を買収したコモドールの16ビットパソコンアミーガと熾烈なシェア争いを演じる。あたり ST はミディを標準装備していることからミュージシャンに愛用者が多かった。1989年にはハンドヘルドコンピュータのあたりポートフォリオとポータブルゲーム機あたりリンクスが発売された。1989年12月期決算の時点では研修であるにもかかわらず、 黒字であったことから、日本のゲーム業界紙ゲームマシンは、業績が回復しつつあるとし、アトレストや、アターイプク4といったパソコン類の売り上げが良かった、反面、家庭用テレビゲーム部門が落ち込んでいたことなどを指摘している。1993年には、32ビットゲーム機あたり、ジャガーを発売するが、これが、あたり最後のハードウェアとなった。 アタリコープは1996年にハードディスクメーカーの JTS に吸収合併されたが、その後アタリの知的財産はハズブロによる買収を経て、2000年にはフランスのインフォグラムエンターテインメントに買収された。主なハードウェア2001年10月からインフォグラムはアタリブランドを復活させ、アタリブランドでゲームの発売を始めた。2003年5月には北米法人をアタリ、 インクに社名変更した。2009年には、アたりとインフォグラムのブランドをめぐる混乱をなくすため、インフォグラムは本社の社名をアたり SA に変更した。2013年1月、アメリカのアたりインクは、関連会社のアたりインタラクティブインクとともに破産法適用を申請し、親会社のアたり SA から独立して再建を目指すこととなった。 2017年6月、あたりは新型のゲーム機、エタリボックスの動画を公開し、開発中であることが明らかになった。2017年7月にエタリボックスの写真が公開され、キメのデザインと赤と黒のデザインの2つのエディションがあること、フロントパネルは木製、またはガラス製、クラシックゲームと最新ゲームの両方に対応する予定と判明した。詳細は、 インフォグラムを参照。ありがとうございます。